はい、毎度どうも、日内丸です。こんにちは。今回は HS0405 というショットガンを使っていきたいと思います。形はこんな感じね。ターミネーターでね、アーノルド・シュワルツネッガーさんが使ってたね、あのカチャッパンカチャッパンって片手でやってたようなね、あんな銃だと思うんですけどね。カスタムの方はこんな感じ。マズルとバレルとレーザーとアンダーバレルと弾薬を変えてます。命中率と射程距離を上げて、ショットガンで足りないとこを補ってる感じですね。ではこれでいきたいと思います。レッツラゴー。場所は、ヌークタウンのテンプル。また提灯ですね。提灯のとこ多いなぁ。まあまあ気にせず行ってみましょう。場所がどこだろうとね、やることは戦うことね、もう一緒なんでね。頑張って一人でも多く亡き者にするということでね。はい、レッツラゴーと。まあね、ショットガンはね、本当にまあ何回も言ってるんですけどね、こう飛距離的にはね、伸びたと思うんですよ。 あんなところでね、なかなか当たらなかったと思うんですけどね。あ、結構味方やられてますね。あ、うわぁ、どんくさいやられ方を。普通にトリップ前に踏んじゃいました。まあまあまあ、気を取り直します。もう一度こんな感じでね、打ち抜いていきながら、こう走っていきながら打ち抜いていくって、ああいう感じか。もう本当に待っててバーンって打つって感じですね。ショットガンはそういうことが多いですね。あの距離なんか普通は当たらなかったと思うんだけどな、ショットガンなかなかね。なんか強くなったな、ショットガン。全部そうなのかな、やっぱり距離とか伸びたのかな。あの距離はね、まあ昔からでも当たってたんですけど、いやー、エイム合わないなー。すいませんね、なんかもうヘボヘボエイムでね、なんだかもうエイムね、これ下手くそなんですよ、合わせるのね。まあスナイパーの時にも言ってますけどもね。この上からでも当たるかな。あ、今当たりましたね。ダメージの音してますね。あの距離でも当たるんだ。しかもこれあれなんですね、腰弾の撃ちですからね。あのね、よく見てもらったら分かると思うんですけど、左上のボタン、あれをね、連射のボタンと一発単発撃ちのボタンを反対にしてるのを気づいた人はさあ何人いるでしょうか。これでね、普通にいつもはね、ほら、マシンガンとかで連射のボタンの方がね、あのエイムボタンの方をね、多く使うんですけど、ショットガンの場合はあのエイムボタンよりもどちらかっていうと、この単発打ちでね、腰ダメでこうやってバーンって打ちながらこう走っていく、歩いていくね、打ちながら歩いていくとか走っていくっていうのが多いんでね。メインを、だからボタンを、だからあの単発打ちの方にね、してます。腰ダメ打ちの方にね、バーンって感じでね。だから動きの遅い人にはね、結構当てやすいんですけどね。あとあのナイフの人とかが来るとね、正面で捉えられると、まあまあまあ結構当ててたらまあね、ラッキーみたいな感じでね、結構いいんですけどね。はい、お犬様を出しましょう。あ、今のはなかなかラッキーなショットでしたね。あそこからでもワンパンあるんだな。ヘッドショットだったのかな。ここにセントリーを設置と。これでね、だいぶ敵がね、あの数減ると思うんで、それのおまけにクラスターを落としていきましょう。あそこで2発なのにな、なぜあの屋根の上の時から撃った時は1発だったんだろう。どうもね、これ今のは1発なんですよね。エイムの合わせ方がギリギリで、なんか円の中心に入ってないとか、そういうことなんだろうか。なんかね、その、あの、なんだろう、あ、これ一発でしょ、うん、距離的にはなんか似てるところの距離で、なんかダメージが大きかったりちっちゃかったりがあるんで、なんかあの円の中にちゃんと入ってない場合のちょっとかすったぐらいで当たっちゃうからダメージが少ないのかな。ちょっとね、その辺もまだわかんないんですけど。お、これはどうだ。あ、これはまあまあ足の方を狙ったのに、なんか結構当たったな、ダメージ。いや、もうね、こういう感じですね。どう
なんだろう、どの辺で当てればいいんだろう。まあセントリーガーもう一回設置して、あ、やられちゃいました。まあ撃たれましたね。はい、もう一回ね、そういう方たちにはもう一度ちょっとねクラスターをね味わっていただきましょうっていうか、終わりました。はい、勝利50-21と、はい、 MVP いただきました、ありがとうございます。いや今回はねもうクラスターとねもうセントリーガーのおかげですよ。うん、まあそれでもねショットガンで撃ってね倒さないとねたまらないんでね。はい、レーティングは91。いやショットガンの時90とか結構高いレーティング出るな。やっぱりあの一発でダーンって倒せるからかな。いやちょっとどうなんだろう。よいしょっと。はい、これもねまだレベルが上がる途中です。はい、 XP カードをいつものようにいただいて、はい、ティアの方も203になりました。はい、50クレジットいただいて、戦績の方を見ていきましょう。29キルです。2のアシスト4ですね。まあまあ30人近く倒してるんでね、もう全然いいと思います。このぐらい倒せればね、もうなんせ20人超えればいいと思うんでね。さあ、いかがだったでしょうか、 HS0405。 まあ一発撃ってカチャ、一発撃ってカチャっていう感じなんでね、あの弾込めもね、あのさっきの KRM とかと同じような感じでね、一発ずつガチャンガチャンガチャンなんでね。でも弾数自体は少ないんでね、まあ、すぐにね、なんだろうかな、弾込めもできると思うんで、まあカスタムにもよるとは思うんですけども、前へのやっぱり射撃はね、やっぱりショットガンなんで大きいダメージだと思うんで、皆さんもよかったらいろんなカスタムをして使ってみてください。ではまた次回を待て。